こちらのサーブがすごい良くて、こうサーブポイントであったりとか相手を崩してこうサイドから切り返しができたっていうような試合展開ができてすごく良かったと思います。自分個人としてはまだまだできるなっていうところがあって、やっぱりセットの最初だったりとかっていうところで失点出してしまっているので、そこの精度っていうのをもうちょっと上げれるのと、ブロックでもやっぱりここシャットうわっ狙えたとかっていうのも結構個人としてはあるので、そういうところをどんどん詰めていきたいなっていうふうに思ってます。